ずっとの踊りのね、よさこいのチーム の、はい、あの代表としていろんなイベントを主催して祭りを繰り広げてあの来るようなそういう活動をね、されていたんですよね、はい、須賀川市で祭典っていうお祭りをずっと続けてきてました。で、まあ、震災後どうしてもちょっといろんなことが心配になってね、お祭りの開催を取りやめにするっていうことで、踊るっていうことで何を伝えられるかっていうことをずっと考えながら、今に来てるというような感じですね、はい。今日は仲間の皆さんが全国各地、ね、世界中から世界中いらっしゃったっていう噂を聞いているんですけども、はい、その辺のね、いろんな皆さんの思い、ここに寄せる思いとかをこれからマリフェの方から紹介していただきたいと思います。ではよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。私は今回の海の日アクションっていうのを、お話聞いたときにやらなきゃいけない、海は行かないよね、すいません、3番あ、来ました、マリフェはい、IWJ で配信に行った時ですね、東電工廠をいわきでやってられました。で、その時になんとか海を汚さないでくれということで、東電に直接皆さん、こちらの方にもいらっしゃる武藤瑠子さんとか佐藤和義さんとか、いろんな方が押し寄せて、東電に交渉に行ってたんですね。はい、巻っていう文字が今見えました。はい、そんなわけでですね、この交渉をした後に次の日に東電は何もなかったかのように海に汚染水を流しました。どれほど悔しかったか、その悔しさっていうのは本当に海にいる生物たちに本当に申し訳ない、本当にごめんなさいと思いでいっぱいでした。それを受けた千葉由美がアクションを起こそうと言ってアクションを起こしました。海の四つ倉海岸に行って雨の中みんなで海に向かっている姿、泣けて仕方なかったです。すごく不器用かもしれないんですが、そんな不器用さが人のこと心を動かすと思っています。私たちは踊りという手段で皆さんに何かを訴えることができればと、そんな思いでおります。本日はこのお声掛けに、聞いて反応してくださってっていうことでね、集まってくれた方に最初に踊っていただくのが来週新潟県の聖籠町っていうところで聖籠海祭りという海の祭りが開催されます。その主催者の方3名で天空という踊りを踊っていただきます。この思いを日本全国世界中につなげていただきたい、そんな思いでいます。それではいざない、はい、ご紹介します。横山さんどうぞ。はい、昨日おとといぐらいから動きました。これが選ぶ、新潟より参りました。あえて聖籠踊れ聖籠いざない海祭り実行委員会の面々です。どうぞよろしくお願いいたします。今お話しされていたマリッペさんにお話をいただきまして、心で立ち上がったことに対しては絶対心で返さなくてはいけないと思い、ここに来させていただきました。今日は踊りという手段を使って精一杯天国という楽曲を踊らさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
すいません、ちょっと音響さんトラブっておりますので、はい、今頑張って足をかいてふきふきしながら音が出るように頑張っております。ここでちょっとじゃあお話をねさせていただきたいと思うんですが、ここにいる3名の方、同じチームではないんですよね。はい、はい、来週の海祭りどちらでやるかをちょっとね、どんな思いでやるか今のうちにお話ししていただければと思います。その間にきっと CD の、うまいこといくのではないかと思っておりますので少々お待ちください。はい、はい、来週の当日開催するんですが、開催の目的のテーマがありまして、いざない踊りという踊りをずっと私たち踊ってるんですけども、その心に沿ったものっていうのが一つあるんですが、それプラス本当の平和っていうのは一体何なんだろうというところに実行委員会で触れています。考えれば考えるほどちょっと分からなくなってきていまして、そうですね、すぐ目に見えるところでみんな笑ってたりするんですけど、実は心の深くにすごい悩みを抱えていたり、少し飛行機に乗って少し離れたところに行ったらもう内戦がある国があったり、知れば知るほど考えれば考えるほど日本も本当にここに来てこんなに綺麗な海なのにこれ以上海を汚さんといてくださいというメッセージが本当に胸に染みます。はい、今日は踊りという手段なんですが、新潟から同じ思いでこれ以上海を汚さないでほしいという思い、そしてどんなに辛い時でも心と心をつなげて幸せになろうという思い、そして守っていこうという思い、思いを込め精一杯踊りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
新潟海地ボードレーン光でした。ありがとうございました。下越合同連光と言います。新潟の下越地方で踊られている踊りを願いを込めて この地で踊らせていただきました。これから踊ります曲、よさこいという楽曲です。皆さんよさこいというのは見たことあると思いますが、よさこいは四国は高知のお祭りです。戦後復興を目指して始められたお祭り、いい世が来い、いいよさこい、その願いを込めて始められたのがよさこい踊りです。本日は千葉から、新潟から、そして韓国から、ハワイからと、この日に合わせて全国から集まってくださいました。この願いをこの地に届けとばかりに集まりました。行かせていただきます。すごいじゃないです、よさこい、会場の皆様を手拍子よろしくお願いいたします。
伊佐内連でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。会場の皆様、菅伊佐内連は日本全国に踊り子さんがおります。平和を願う気持ちは一緒です。どのような手段で平和を願うか、私たちは不器用かもしれません。この思いを、今日いただいた思いを踊り子さんは全国に持ち帰り伝え歩きます。本日は本当にありがとうございました。はい、ユーマ演舞の皆さん、菅伊佐内連の皆さん、ありがとうございました。続きましては、中山貴文さん、タップダンサーの中山貴文さんの登場です。バイトとかバッテリーなくなる。はい、中山貴文さんは郡山市出身で、タップダンサーの熊谷和則さんに師事し、主催のタップカンパニータッパーズライオットとして全国劇場公演をはじめ、ワークショップ、メディアにて活動を経て、去年地元の郡山へ戻り活動をされています。今回の、イベントに参加したいという思いを届けていただいたときに、中山さんからメールをいただいたんですけども、そのメールの内容をちょっとここで紹介させていただきたいと思います。どんなに辛い時でも、どんなに楽しい時でも、何かを動かそうとするとき、何かを始めようとするとき、必ず一歩を踏み出します。その一歩がリズムで、タップだと僕は思っています。その一歩を踏ませてください。中山さんがこのイベントにかける思いをこれから披露していただきます。準備の方は大丈夫でしょうか。大丈夫。はい、では中山さん、よろしくお願いいたします。2011、3月11日、東日本大震災という天災、そして福島第一原子力発電所の爆発という人災の犠牲者となった福島の方々をはじめ、日本の方々、福島の四季折々の大自然とともに、ここに住む方々はご先祖様によるご加護のもと生きてきました。人が作ったシステムで、人はデジタルでケミカルな豊かさを得て、同時に人という動物的な感覚を失い、挙句の果てに苦しめられ今を過ごす。原子力発電の爆発や問題は、過去を振り返っても今回の福島で起こったことだけではないという事実があり、人は人の手に負えないものを背負ってしまいました。そんな中、子供を 100% 守る、福島の方々、日本の方々を 100% 守る、そんなシステムも無に近く、予想した通りの結果とでも言っておきましょう。震災から3年が経過してもなお、僕たちは不安と疑い、恐怖を抱き、ここで生活しています。僕は生まれてから体が弱く、生きるか死ぬか半々の中、こうして32年生きてきて、踊りと仲間と、その土台にはどんな環境であれ家族があり、本当に命あってこそだと強く思います。その命の一つとして、踊るというタップを、人は辛くとも楽しくとも必ず一歩を踏み出します。その一歩がその人にとってのリズムであり、五線に描く音符のように思うからです。人生そのもの、良い時もあれば悪い時もあり、人生は続いていくものです。何世代後の子孫がこの福島でどのように生活をしていくのか、何を福島から発信していくのか、東の海から太陽が昇り、西の海へ太陽が沈む、この当たり前のリズムを当たり前だと思っていたら、
生きる感謝が薄れ、僕たちは人として生きていくことを忘れてしまう。一度母海という母体に戻り、再び生まれ東の海から現れる、そんな考えがあるのを学んだことがあります。人も太陽も全ての命に同じ日などないと思っています。命への浅はかな考えが自らを苦しめ、解決策のない問題を生み、解決策のない話し合いをする。僕らは海を殺し続けることになるのだとしたら、とんでもない罪を背負ってしまっているのだと気づく。学力も肩書きも誰かが作った勝手なシステム。僕たちは生きるということをもっと学ばなくてはいけません。そのきっかけとして生きるということを僕に教えてくれるタップをこれから少し踏ませていただきます。リズムアンダーグラウンド代表中山貴文。ありがとうございました。それでは続きまして、西尾正道さんの登場でございます。はいはいはい、ここでですね、ちょっとプログラムの変更をさせていただきます。小堀健太郎さんと、西尾正道さんをちょっと入れ替えさせていただきます。大丈夫？はい、はい、それでは西尾先生一緒に出て。西尾正道先生のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、西尾正道先生は放射線科の専門医でいらして、
北海道がんセンターの名誉院長をされております。いろんな肩書きをお持ちではいらっしゃいますが、原発事故後は子どもたちの未来のためにと立ち上がり、直ちに甲状腺検診プロジェクトの顧問としてご活躍をされています。多くの市民にとってとても心強い存在です。それでは、西尾先生よろしくお願いします。今日は海の日アクションにお越しいただきましてありがとうございます。実は先ほどまでタラチネの方で甲状腺の検診をされていたとのことですが、いつも遠いところありがとうございます。さっき西尾先生が到着されてお弁当を食べているところにですね、アロハーって言って私が行きましたら、お弁当を喉に詰まらせていらっしゃったんですけど、それは美しさダイエット論議をするそうです。先生に会うたんびにね、また太ったなって言われるもんですから、あ、また太ったんだなっていう自覚のバロメーターにさせていただいております。今日もつかみは OK でお話の方もよろしくお願いいたします。ではよろしくお願いします。皆さんこんにちは。だいぶもう夕方近くになってきてお疲れのところなんですけども、僕はですね、実は40年間がんの治療をやってきたんですね。しかも放射線でどうやって上手に切らないで治すかっていう世界を追求してきて、言っちゃえば放射線の光の部分、表の世界をずっと仕事としてやってきたんですね。ところが 3.11 以降、3年前から実は放射線の影の世界、裏の世界っていうものをちょっと興味を持って見通してみますと、基本的にはもうとんでもない世界が繰り広がる。表の世界は技術だけどんどん進歩しますから、人間に対しては進歩しませんけども、進歩しています、技術的にも。で、とにかくがんにだけ絞り込んで放射線治療するっていうことが進んでるんですけども、福島県は最も進んでない県の一つなんですけどね、その光の世界でも。裏の世界はですね、科学的なものが一切あまりちゃんとしてなくて、お金儲けのための原子力政策を進めるための、核兵器を作るための、こういう世界の中で人間の健康被害っていうのが物語として作られてる。科学的な内容を抜きにして物語を作られてる。で、それが全部の医療関係者の教科書になってますから、医者もレントゲンの技師さんも看護師さんもほとんど気づいてない。それが当たり前だと思ってるんで、今回のような事態になっても危機意識を燃やさないと。で、なおかつ福島県にはいわゆる御用学者っていう人たちがたくさん金を使って、金をもらって、もう安全だ安全だって言い出してる。で、そういう催眠術もですね、まあ嘘も100万遍言えば本当になるんですね。好きだ好きだ好きだって100万遍言えばですね、振られる運命にあるような女性の案外相手にしてもらえるかもしれない。そのぐらい要するに嘘も100万遍言えば本当になるという手法ですね。催眠療法ですよ。そういう方法で国際放射線防護委員会が嘘をついて安全だ安全だっていうふうに皆さん方に催眠術をかけてもう、だからそれをそういう点ではもう普通の市民国民だけじゃなくて、むしろ医者を含めた医療関係者ももうちょっと目覚ませて言ってですね、最近はバトルをしてる。本当にいつまでたっても天つばを吐くような人生やってるんですけども、そういう過程でちょっと僕は先週一橋大学で2時間半の講演してまいりました。まあ、いずれ IWJ かなんかでオンエアされると思いますけども、実は放射線だけじゃないんですね、今の健康被害は。医者として本当に深刻です。がんは増えてる、どんどん高齢者が増えてるから増えるんだっていう軽薄な医者もいます。違います、これだけではありません。60年前、子宮頸がんって言ったら50歳60歳の方を僕は治療してました。今子宮頸がんって言ったら30歳がピークです。そのように例えば直腸がんって言ったら60歳の男性の病気でした。今は40歳の直腸がんザラです。高齢者が増えてるから増えてるだけじゃなくて、明らかに言えることは20年近く若年化してます。そういう若くしてがんになる人も増えてるから、トータルとして増えるっていう状態になって、でこれはですね、一番の
一つの原因は戦後大気中にばらまかれた核実験の放射性物質、これを測ってないだけで全てそれは人間の口に入ってるわけです。最終的にそういう問題が一つあります。それから農薬なんかを含めた生産性を良くするために大変な農薬が含まれている。特に、まあ、一番今使われているのはネオニコチノイド系の農薬ですね。こういうものがですね、人間の健康障害を起こしている。まあ、がんだけじゃなくて、例えば子どもの神経発達障害、自閉症とかアスペルガー症候群とか、そういった子どもの精神発達障害にですね、こういったネオニコチノイド系の農薬が絡んでるっていうことがもう科学的には証明されてるんです。これ本当に深刻なんですよ。だから日本もアメリカもそういう子どもたちがどん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 増えてる。で、5月のアメリカの雑誌では、しかも自閉症の 50% っていうのは遺伝するっていう論文まで出てました。で、今毒物学会、毒性学会っていうのがあるんですけども、こういったものですの学会で今一番トピックスになってるのはデノボミューテーションっていう概念です。デノボミューテーションっていうのはどういうことかというと、我々遺伝病っていうのは親から伝わっ受け継いでっていう形で、そういうものだけを考えてました。そうじゃなくて、全く正常な現代人、今生きてる人が新たにそういう放射線なり農薬なりを含めた外的要因が加わって遺伝子に傷がついて、それがですね、子孫に遺伝する。新たな 現時点で正常に生まれた人が遺伝子に傷ついて遺伝的な病気を後世に引き継ぐということが、事態が今起こってるっていうことが学者の間で一番問題になってる。ほとんどこういうことってのは報道されません。専門家だけで趣味の世界で議論されてる。ですけど大変なんです。で、あれですね、3月の末にチェルノブイリ行ってまいりました。で、僕が最後です。僕たちが4月以降はほとんど日本から行ってません。あのウクライナの情勢がああいう情勢になったもんですから、通訳やってくれた人が先週札幌に来て、もう全然あれから日本から来ないと言ってましたけども、それで見てきてですね、大きな違いが3つあります。1つはですね、まず住民に対して、コルフォースの中で耕してただけの話ですから、その人たちにこの国有地汚染されたからこっちに移ってこっちで同じ仕事してくださいって言って、なおかつ住居はですね、仮設住宅ではありません。そこでずっと永住できるようなちゃんとした住宅を与えて、次の市から同じ仕事をさせるっていうことが、ですから普通日本ほど不満はないし、保障問題とかって話にならないわけです。これが国がちゃんと責任を持って住民の生活を確保したということが一つ。それからもう一つはですね、原発労働に関しては100年間とにかくデブリは手つけないで、今石棺で封じ込めてるんですけど、あの作業の主なものは最終的には軍人を使ってるんです。国の命令で軍隊が動いてる。で、死んだり健康を害したらレーニング勲章でもやってチャラにしてるわけです。日本はもうヤクザが絡んでピンハネしてかき集めて、こういう、しかも日本の場合30年40年でなんとかなるだろうみたいなデタラメなロードマップを作ってますけど、実際は多分300年ぐらいかかるでしょう。10分の1に300年経ってやっと今の占領の10分の1でなんとか一つが近づけるくらいの職場環境になるかもしれない。その間日本の少子化の社会で維持できますか？できないです。最終的にこうした集団的自衛権も含めた右傾化した社会の中で、原発収支のために多分徴兵制を敷かざるを得ないような状況に僕はなるんじゃないかと思う。原発収支に関わる労働力の問題って大変深刻です。これがもう2つ目の大きな違いです。3つ目の違い、これが海洋汚染です。チェルノブイリはああいう内陸のところですから、海洋汚染の問題はありませんでした。ですから農作物だけとにかく除染するなり、フェロシンのような移行係数を少なくするようなものをまいて、それでその土壌汚染をちゃんと考えてものを作るっていうことをすればよかった。日本は違いますよね。深刻なのは本当に
決定的に違いは海洋汚染です。空気と水は国境はありません。10年後には西海岸が一番汚染されています。ヒール研究所のデータでは。だけどそれも今回のようなジャジャン漏れの状態でない時の予測ですから、本当に食べるものは深刻です。でストロンチウムを中心として多分大量に日本人の口から入る。これどうしますか。そしてなおかつ全然それも測ってない。冗談じゃない。これはストロンチウムだってカルシウムと置き換わって神経伝達物質を障害して神経発達障害を起こす原因だっていうふうに言われてるんです。だから農薬だけじゃない、そういう問題が全部絡んで健康障害になっていく。それから遺伝子に傷ついて先天障害の原因にもなるということに今日本はなってる。 TPP の問題はそれだけじゃないですよ。だから患者だけの問題じゃない、農薬の問題、遺伝子組み換え触診の問題、ポストハーベスト農薬の問題、もっともっと深刻な健康障害が出ます。こういうものに対して僕は本当に今この原発事故を契機にしてですね、日本の戦後の高度成長、経済成長を求めてきた文明の在り方そのものをもう少しきちっと見直す時期に来ているというふうに思っております。で、幸いいわきは空間占領率だけで言えばなんとか住める、ギリギリ住める占領です。僕は放射線科の専門医から見れば。だけど問題はですね、内部被曝なんです。長期化すればするほど内部被曝が問題になります。ですから、タラチ、僕が毎月行ってるタラチネっていうところは基本的にはベータ線を測定する、ストロンチウムを中心としたベータ線測定の事業を開始することにしました。で、なんとか今寄付でなんとかしようと思ってるんですけど、まだ足りないんですけども、そういう形でこれから食べるものをきちっと測るというようなことをして、海洋汚染はもうじゃじゃ漏れでどうしようもない、アンダーコントロールどこじゃない、アウトオブコントロールです。だけど実際にアウトオブコントロールどころか、実際にはアンコントロールなんです。この事態は不可能です。最終的に多かれ少なかれ漏れます。でこれはだから健康管理するためにはどうやってですね、食べるものをチェックしていくか、特に魚介類をチェックしていくかということが本当に日本人に今必要なことです。でそういったためにはこれからの健康を守るためにですね、ベータ線測定もするし、海洋汚染止めろ止めろと何百万遍叫んだって止まりません。ですから取ってきたものを食べるとしたら、それをきちっと測って生活するという仕組みをやっぱりいわきで、いわきが中心になってやっていくっていうことが僕は必要だろうと思います。皆さんぜひそういうことを考えて、日本の今後の戦後70年近くの文明の在り方そのものまで立ち入ってちょっと考える機会にしていただければなというふうに思っております。どうもありがとうございました。西尾先生の貴重なお話ですね。本当にこういう機会が持てて今日はとてもラッキーだと思います。続きまして小堀健太郎さんをご紹介します。小堀健太郎さんはいわき市出身のサーファーです。世界の海でサーフィンの経験があり、タラチネのボランティアスタッフとして日本各地の砂浜の測定もしてくれています。現在は徳島県に在住されていまして、今日は徳島から駆けつけてくださいました。小堀さんお願いします。こんにちは。こんにちは。今ご紹介いただいた小堀健太郎と申します。ていうかただいまありがとうございます。僕今日さっきいわきに徳島県から着いたばっかり、今日の10時頃ですかね、5、6ヶ月ぶりに着いて、やっぱ地元って気持ちいいですね。どこかやっぱ落ち着くし、天気もさっきすごい良かったし、なんかこの場所も初めてなんですけど、
すごく気持ちよく、こんな素晴らしい人たちの持ったステージで話させていただくことを本当感謝します。本当ありがとうございます。まあ、僕年32歳で、先ほど言った通りここいわき出身なんですけど、今は徳島県の海陽町の志地区っていう田舎町に今移住っていうか、まあでも気持ち的に僕旅が好きで、ずっと旅してて、今もどこもなく移住っていうか旅の景観を途中っていう気分で今住んでるんですけど、まあ旅といってもこういうバッグ持って、ずっと僕サーフボードとバッグ一つでいろんなとこ、海外とかあと国内も行ったりして、国内はちょ車でテント持っていろいろなとこ行かせてもらってます。で、まあさっきから紹介していただくように、僕サーフィン本当大好きで、人生の軸をサーフィンで今生きてます。で、今縁があって出会った志地区の出会った人なんですけど、その人サーフボードシェイパーって、あのサーフボードを作るあの職人さんのところで、今僕あのリペアって言って壊れた部分を直す仕事をしてるんですけど、でそのついでになんですけど、その人があの田んぼとか畑を持ってまして、でその田んぼとか畑に農薬使わないでほぼ人力で、まあ耕したりするときにあの機械とか使うんですけど、ほぼ人力で、例えばあのなんていうの、草つきっていうのかな、あのサーフボードみたいなの2つついたやつをこうやって田んぼの中をポポ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 行くやつとか使って人力で田んぼの作業をしたり、あとですね、まあその人は今寝泊まりしてるところなんですけど、将来的にサーフショップになる予定なんですけど、それもなんかその町の人とかおじいちゃんおばあちゃんとか、あと子供とかみんなが自然に思い切り触れられるような環境にあるサーフショップ作りで、そこの今管理人もちょっとさせて、まあ管理人つっても草刈りとあと花壇の手入れぐらいなんですけど、ちょっと寝泊まりさせてもらってます。でそこで摘んだ草花とか、その辺に出てるヨモギとかドクダミとか大箱を使って、お茶とかも鉄釜で薪の火でお茶とかも作らせてもらって、それをちょっとみんなに振る舞ったりして、そういう生活を今させてもらってます。でやっぱそういう作業の後、僕サーフィン大好きだから、夕方海に行って波ある時はサーフィンしたり、あとは、まあ、魚つきって、ちょっと2匹ぐらいなんですけど、毎回魚とか釣らせてもらって、それを夕飯のおかずとかにして、ちょっと自分では夢のような生活をさせてもらってるなって今ちょっと幸せに感じてます。でやっぱ僕にとって今、僕あの夢とかそういう目標を大事に生きてて、あの今の目標は、まあ、今年台風シーズン、もう9月、まあそろそろなんですけど、台風シーズンの台風のうねりで四国で今目標が10フィートって言って、結構大きい波なんですけど、大きい波にチャレンジしたいなっていう目標が心に強くあります。ちょっと楽しみに僕に来てます。あとまあ話してて分かるように、僕アウトドアが大好きで、あの海外行った時はオーストラリアで岩場にできた塩とかその辺で取って、それ調味料にしたり、お金がなくちょっと潜ったりして、で日本だと取っちゃダメなんですけど、海外だと取っていい、伊勢海老とか取っていい場所あって、伊勢海老取ったりして、なんとか食いつないできた時もあったりもします。で震災の後、僕日本帰ってきて、でタラチネさんのボランティアスタッフやらせてもらって、で実際いわき、僕ここ地元だから海の状態が正直僕心配で、でいろいろ聞くんですけど、やっぱちょっと僕自分で実感したいなっていうのがあったんで、ここの海でちょっと僕地元大好きで、いろんな砂浜の砂を検体集めをさせてもらって、いろいろそのいろんな場所の放射線量を測ってもらいました。その検体集めのちょっと手伝いをさせて、今もさせてもらってるんですけど、で最近僕その徳島に移住する途中に、福島県から徳島県、まあ実際最初高知県行ったんですけど、四国に行くまでの途中にいろんな県寄らせてもらって、その福島の海に1年間検体集めしたんですけど、その検体の比較対象をちょっと見てみたいなと思って、タラチネさんで測ってもらって、でそれで四国に行きました。
で、まあ、実際僕検体測ったんですけど、今まで一番高くて、細海岸から僕が取った中で1900ベクレルぐらいあって、で、ちょっとなんかその数字って僕不明確なんですけど、じゃあこういう数字出たんだ。で、比較対象千葉から下なんですけど、僕取ったとこが千葉から下、湘南、日本海側、京都、鳥取、島根、高知、徳島で、一応なんか放射線量検出あっても、ベクレルちょっと忘れちゃったんですけど、すいません、大して、まあ、20です、多分そんなくらいだって気がするんですよ。明確じゃないので、ちょっともしよかったら、タラチネさんのホームページ見て、ちょっと調べていただきたいんですけれども。で、まあ、まあ、放射能、それって正直僕たくさん悩みました。今でもいろいろ考えます。で、まあ、非現実的な現実が不思議に感じることもいっぱいあります。汚染水も流れっぱなし、30キロ圏内に行った時はゴーストタウンだったし、そんなの僕素直に、僕どうこうするとかじゃないですけど、素直に嫌です。で、ただ一つ皆様に聞いていただきたいことがあります。僕自然先ほどから大好きって言ってんじゃないですか。で、僕実際に身近に身近に、あ、ごめんなさい、今ここ福島県関東圏で自然に触れる子どもたちが減ってきてるんじゃないかなっていうのがちょっと心にあって、放射線量をは心配して自然を触れる子どもたちって多分ちょっと昔よりは絶対減ってきてるんじゃないかなって僕すごく心で感じてます。身近にそういう子もいたんで、で、高知県にその子遊びに来てくれて、まあ、4歳の子なんですけど、初めてその時に海の砂浜に埋まったんですよ。その時の笑顔を僕忘れられなくて、4歳にして初めて砂に埋まって、で、その後僕勝手に海に捨ててってドブンって沈めたんですけど、今でもそれ忘れられないみたいで、すごく感動してたんですよね。僕その時の笑顔を忘れられなくて、子供ってやっぱ自然の中溢れてる時すげえなんか生き生きしてて元気になると思うんですよ。で、実際大人もそれが言えると思うんですよ。僕山登りとかも好きだし、さっきの海潜ったりサーフィンもしてる時も気持ちでも本当充実して生活できてるなって僕感じてます。で、まあ密かな僕の夢もあって、僕やっぱ将来やっぱそういうサーフィンとかキャンプとかそういうアウトドアのやつを子供と一緒に思い切りやりたいっていう密かな夢もあって、で、僕は自分に素直に、自分の心で素直に良くなる方向を思い描いて生きていきたいなって思ってます。で、だからそう信じて、きっと良くなることを信じて僕はやっていきたいと思います。聞いてくれて本当にありがとうございます。本当皆様のおかげでここで話させてくれたことを感謝します。ありがとうございます。続いていきますね。スピーチのラストですね。武藤瑠衣子さんです。武藤瑠衣子さんは三春町にお住まいで、養護教諭を経て2003年に里山喫茶キララを開かれまして、自然の中で暮らしていらっしゃいました。チェルノブイリの事故の後は、三原発の運動なども活躍されていまして、ハイロアクション福島の記念 の先ほど佐藤栄作知事も、あ、前知事もおっしゃってました、ハイロアクション40周年の記念の行事も企画していらっしゃいました。その後311の事故があったんですけれども、その震災後の事故の後、福島の住民や避難者の皆さんのための人権を守る活動を熱心にされています。瑠衣子さんというと本当に穏やかな語り口で温かい話をされる方で、お会いすると本当にほっとされる、ほっとさせられる方です。ではお呼びします。武藤瑠衣子さんです。皆さんこんにちは。
三春町から来ました武藤瑠衣子と申します。私はですね、今から30年ぐらい前にこの小名浜に住んでいました。小名浜の諏訪町というところに住んでいたんですね。でそして職場が豊間というところにありました。で毎日バイクとかそれから自転車に乗って、海沿いの道を通っていきました。江名とか中野佐久とかそういう港を通りながら、豊間の、緑ヶ丘病院というところに職場があったんですね。でそこに通っていました。そして、緑ヶ丘病院の中にある重度の障害を持った子どもたちの、がいるところが職場だったんですね。それで教室には波の音が聞こえてきて、そして生徒をおぶって波打ち際を歩いたり、それが授業でした。そしてお昼休みには塩谷崎の灯台にワカメを買いに行ったりですね。それから仕事が終わると職場でそのまま水着に着替えて夕方の海で泳いだりしてたんですね。本当にいい時代だったなと思います。そしてこの三崎公園は、ここ何年かだった、事故前までだったんですけれども、毎年秋になるとマテバシーというどんぐりを拾いに来ていました。ものすごくたくさん落ちるんですね。それからスダジーというシイの実、それも落ちていました。それでたくさんのどんぐりを拾って、その頃経営していた喫茶店でどんぐり食というのをやっていました。本当に それからここ の展望台のところからですね、初めて潮目の海というのを見ました。潮目というのがあるんだなということが分かったんですね。それでとても海は身近にあって、とても楽しい思い出がたくさんありました。2011年3月に津波と、そして原発事故があって、私のささやかな思い出も、そしてそこに住んでおられる方々の暮らしですね、それが本当に全部ひっくり返ってしまいました。それで、すいません、ですね、この原発事故によって、この青い海もですね、放射能に汚染されてしまいました。今までこの海に流れた放射性物質ですね、最初の半年、事故があって最初の半年で、ヨウ素が 1.1 ベクレル、そしてセシウムが7100兆ベクレル、一体どれほどの量なのかっていうのを私たちはイメージできません。天文学的な数字だと思います。そして毎日ですね、今も1日200億ベクレルのセシウム、そして年間だと 7.3 兆ベクレルのセシウムが流れ出していると言われています。原発事故によって、水という問題によってこんなに困難が起きてくるとは私も思っていませんでした。この汚染水の問題というのは本当にたくさんの、トラブルや事故が起きています。原発事故から今3年4ヶ月ですけれども、ずっとこの前タイムラインとして、どれぐらい その汚染水に関する事故があったのかということを数えてみました。ですね、数えられただけでも70件以上ありました。例えばどんなことかと言いますと、溶接されていないタンクですね、ネジで止めたタンクがだんだんに劣化してきて水が漏れるという事件がありました。それから汚染水が流れているホース、それにチガヤという植物が穴を開けて、そこから汚染水が漏れるという事件もありました。それから、タンクが間に合わなくて、汚染水を入れるタンクが間に合わなくて、地下の貯水槽に、シートを3枚重ねてですね、そこにストロンチウムがまだ除去されていない水が溜められました。でそれが漏れたという事件もありましたね。それからですね、タンクの周りには堰というのがあるんですね。タンクの水があふれた時に地面に漏れないようにという、お酒の下にお皿を敷いたりしますね、ああいうものがあるんですけれども、それがその堰の、まあ、普
蓋が開いてたんですね。それで大雨の時に流れてしまったということもありました。それからタンクが5つぐらいこう連結しているんですけれども、水位計というものが5つのうち1つにしかついてなかったんですね。ところがその5つ並んでるタンクの、地面がですねちょっとだけ傾斜していました。それで一番上の方に水位計があったので、このまだ水を入れても大丈夫だと思ってどんどん入れていたら、一番下のちょっと下の方にあるタンクからもう水が漏れていたという、そんなこともありました。それからですね、汚染水 の、 放射性物質の濃度ですね、その計算を間違えていたということも1年ぐらい経ってから分かったんですね。当時想定されていた10倍にの濃度の放射性物質が出ていたということも分かりました。このようにですね、本当にたくさんの問題がこの汚染水をめぐってはあります。東京電力も国もこの汚染水の問題を、なんとかしようというふうに考えてはいるのかもしれないんですけれども、そもそもの初動が私は問題だったと思っているんですね。皆さんもご存知だと思うんですけれども、福島原発というのはこういう海岸のね、海岸パターを20メートル掘り下げたところに作ってるんですね。だから川とかそれから地下水脈を切っています。当然ながらその地下水は敷地の中に流れ込んでいるんですね。だから原発事故の前から1日1000トンぐらい井戸で汲み上げていました。汲み上げて海に捨てていたんですね。ところが、地震とそれから津波と爆発によってこの井戸が壊れてしまいました。それで汲み上げることができなくなったんですね。だから当然ながらその地下水はどんどん建屋の方に流れ込んできました。で、流れ込んだ水が溶け出した核燃料ですね、デブリと呼ばれるものですけれども、そこに接触をして膨大な量の汚染水というものを生み出してしまったわけなんですね。その時にそれが問題になりました。東電でも国でもそれを問題にしました。いずれその水が海にあふれ出していくだろうということは予想されました。それで対策を立てたんですね。それは4つの原子炉を全部粘土で囲ってしまおうという、粘土の壁で囲ってしまおうという対策だったんですね。スラリー壁というものでした。で、それをみんなやろうということになったんですけれども、ちょうどその時期は、東電の株主総会のちょっと前だったんですね。それでその対策は1000億円かかるということが分かりました。1000億円を株主総会の前に計上すると限りなく債務超過に近づいて株価が下がるということが懸念されたんですね。それで東電はそれをやめくれ、先に伸ばしてくれということを言い出しました。そして国もそれを承諾してしまったんですね。それによってこの汚染水の問題というのは先送りに、対策というのは先送りにされてしまったんですね。もしも早い段階でこの汚染水が原子炉の建屋の中に流れ込まないように対策を立てていれば、今のような深刻な問題は起きなかったかもしれないんですね。そのことを思うと、やはり東京電力の態度というのは非常に問題だというふうに思います。そして今ですね、この汚染水対策としていろんなことが考えられています。一つはその雨水が中に入っていかないように全部コンクリートでアスファルトですか、それで舗装するということとかですね、それから地下水バイパスというのが考えられているんですね。地下水バイパスというのは、流れ込んでくる地下水が建屋に流れ込む前に井戸で汲み上げて海に捨てましょうということなんですね。一見聞くとその汚染されてない地下水が海に流れていくので、汲み上げてタンクに溜める量が減るからいいかなっていうふうに思うんですけれども、この汲み上げた井戸の水なんですね、それが本当は地下水ではなくて汚染された水なんですね。それはなぜかと言いますと、汲み上げる井戸のその山側、上っ側の方にタンクが、汚染水タンクがたくさん並んでいます。そしてそのタンクから、水が漏れたわけですよね。だからその汚染された水が井戸の中に流れ込んでいるんですね。それで12番井戸というところからは、
トリチウムが、東京電力は1500メクレル以下は、以上は海に放出しないと言っているんですけれども、2000ベクレル以上のものが出ているんですね。でそれはだから流さないのかなと思っていたら、それをですね、全部大きなタンクに一旦貯めて薄めるんですね。薄めてそして流すということをしています。そしてもうすでに何度もこの汚染水というか地下水バイパスとしてという名前のですね、汚染水が海に流れ出しているという状況なんですね。でそれは総量規制というものをしていません。どこまで流したら終わりということが決まってないんですね。だからどんどん流れていくという、そういう状況になっています。そしてその地下水バイパスだけではなくって、すでに流れ込んでいる汚染水が、海側だけに今壁を作っていますけれども、当然ながらいっぱいになればここは溢れて出ていくわけですよね。それからここから出ていくものもたくさんまだある、今もあるんですね。だから本当にダダ漏れ状態というのが、正しいことだと思っています。それからですね、凍土壁というものも今考えられているようですね。で全部をこうか氷の壁で凍らせて、そして水が流れ込まないようにするということなんですけれども、2つありまして、トレンチという地下に溜まっている水を全部一旦凍らせて水を抜こうっていう計画があるんですけれど、そちらの方もうまくいってないんですね。そのトレンチの中の、水の壁を作ることがまだできないんですね。それから、土の壁の方は、今、順調にいってると東京電力は言っていますけれども、果たして本当にそれがうまくいくのかどうか、分からないですね。でそれにも莫大なお金が今投入されているという状況です。本当にこの汚染水の問題というのは手の施しようがないのではないかと思っています。でやっぱりね、そもそも の最初の段階で、先ほど言ったように対策がなされていれば、このようなことにはならなかったんじゃないかと思うと、私たちはそのことを東京電力にその犯罪性を問いたいと思っています。私は福島原発告訴団というものをやっていますけれども、福島原発告訴団では昨年の9月にですね、この汚染水について東京電力を刑事告訴しています。今福島県警というところに刑事告訴しているんですけれども、今取り調べをしているところだと思うんですけれども、まだ結果が出ていないんですね。それで、毎月福島県警にみんなで行こうということを決めています。8月の27日なんですけれども、福島市 の駅に集まりまして、それから県庁にある福島県警にみんなでですね、その日は魚の格好をしていこうという、お魚デモというのをやろうと思っています。ぜひ皆さんも参加していただけたらと思います。それからもう一つはですね、この汚染水のことを東京電力にもっと自覚してもらいたいということで、8月の8日ですね、東電の本社に行って汚染水打ち水、行動というのをやるんですね。みんなでそれ汚染水汲んでいくわけにいきませんので、それぞれなんかペットボトルに水を入れて、汚染水っていう名札をつけていってですね、それをバケツに入れてこうピチャピチャとひしゃくで東電の前を涼しくしてあげるのだから東電もいいと思うんですけれども、そういう行動をやっていきたいなというふうに思っています。いろんなことなかなか絶望的なこともたくさんありますけれども、やっぱり私たちができることを今一つずつやっていくというのが大事なことかなと思っています。でそれで、ですね、最後にですね、この前ちょっとすごく素敵な話を聞いたので、これを皆さんと共有したいなと思っています。海洋学者の湯浅一郎さんという方がお話しなさっていたことなんですね。この、太平洋側ですね、日本の青森沖から銚子沖までというのは非常に優れた世界の三大漁場と呼ばれるところなんだそうです。先ほど言ったように、親潮と黒潮がこうちょうど重なるところなんですね。潮目の海というそうなんですけれども、そこはたくさんのプランクトンとか魚が集まってくる、とっても豊かな漁場なんだそうですね。人間にとってでありますけれども、でその漁場が今汚染されているという状況なんですね。でその暖流と寒流がどうして起きるのかというと、それはですね、太陽の
熱エネルギーの不均衡というものから風が起きて、そして大きな海流が生まれるんだそうです。先ほど彫刻家の方のメッセージの中にもありましたけれども、一つのその海の流れ一つをとってもですね、これは本当に宇宙の一つの営みなんだっていうふうに思います。そして、太陽からの距離、そして地球の重さ、地球の大きさ、磁場、それから、水分ですね、そういうものの条件が全て整ったところで初めて生命が生まれるという奇跡の星なんだというふうにもおっしゃっていました。太陽からの放射線を磁場とそれからオゾン層が防いでくれることによって私たちはここで生きていられるわけですよね。それなのに私たちは地球からこの掘り出したものによって人工的な放射線を作り出している。これは一体どういうことなのだろうかと思うんですね。たくさんの命を巻き込みながら、陸上の命もそれから海の命も巻き込みながら、我々が今人間として人類としてどこに立っているんだろうか、何をしているんだろうかということを一人一人が自覚していかなければいけないなと思っています。でも私たちにできることはまだあると思います。皆さんと一緒に手を取り合いながら、これ以上この海の汚染を広げないように、そして世界の知見がここに集まって、なんとかそれを食い止めていけるような働きを私たちがしていかなければならないと思います。皆さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ルイコさん、本当にありがとうございました。ルイコさんの語り口で聞くと深刻な話も本当に染み入るように来るんですけれど、それでもずっと活動されているルイコさんを見ると、あ、なんとか元気出して生きていかなくちゃいけないなと私はいつも思ってるんですけれども、はい。この次はちょっとまた音楽です。とても素敵な方です。皆さん目をまん丸くすると思いますが、今日はですね、ちょっと遠いところからいらっしゃいました新月10日の田中美智子さんといいます。遠いところというのは山口県の岩井島というところからいらっしゃいました。そこでちょっと分かる方はいらっしゃるかと思いますが、上関原発というのができるというので、岩井島という離島なんですね、山口県の。その離島の皆さん、本当に子供からおばあちゃんたちまでずっと反対続けているっていうところですよね。でそこでイベントがあったので、新月10日は本当は4人のグループなんですが、女性ボーカル4人なんですが、今日は1人だけ、田中さんだけが駆けつけてくれたということです。ではご紹介します。田中さん、田中美智子さん、どうぞお願いします。寒いですか？大丈夫ですか？大丈夫。母。母やば。はい。
皆さんこんばんは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、どっちだこの時間は。東京から来ました、新月灯火というバンドをやってます。田中道子と言います。よろしくお願いします。さっき岩島から来たという紹介をしていただいたんですが、岩島から来たんですけど東京出身です。東京に住んでます。今ですね、新月灯火というバンドは、原発事故以降毎月福島に、2、3回来ております。そして、なぜ岩島から来たかというとですね、新月灯火は今、関西ツアーの真っ最中でして、本当は今日大阪でライブがあるんです。で、その後にお話をいただいたんですが、これはやっぱりどうしても行かねばならんという話になって、大阪の方はメンバー3人に任せて今日は私だけ来ちゃいました。ということで今日は一人ですが、よろしくお願いします。では1曲目、打ち砕いてという曲を。青空に、この海に、この大地に、そして未来に。続いてゆく確かな愛、繋がってゆく私とあなた、まるか裸の私を見てよ。贅沢だとか身勝手だとか権力だとか欲望なんて打ち砕いて、打ち砕いて、立ちはだかる強大な欲望、増えてゆく増してゆく、いつまで続くの、この上何を欲しがるの。荒れ果てた大地に佇んで、これが望んだ未来かと涙する。欺いて過ごす日々は既成概念の塊の中、テレビやネットの偽りに飲み込まれたまま生きてた。生きるものとして触れて痛い、生きるものとして感じてたい、不愉快な壁を打ち砕いて、思わず口に出して言い訳する、何も変わりはしない、そうやって目を閉じれば、この悪夢は続く。年の数だけ大切に育てた花たちは干からびて死んでた。もうどれくらい目をそらしてたんだろう、走らして走り